一番大事になる情報なので地域を調べ、新聞を作ることを通じて自分たちの暮らしを知る飛び出せ学校。今回は中津市の飛田小学校です。ですけど実は私がネットで拾ってた情報は違いました。好きな食べ物は嫌いな食べ物はネギ類だそうです。中津市の本屋場系地区にある飛田小学校。豊かな自然に囲まれたこの地区には羅漢寺、オランダ橋、京州堡など多くの観光地があります。その中の一つ、青の洞門の周辺には季節になると辺り一面にネモフィラの花を咲かせます。今回新聞を作るのは6年生の11人。青の洞門の歴史やネモフィラが咲く理由などを調べて新聞作りに挑戦します。まずは新聞作りのコツを教えてもらおう。大分合同新聞社北部総局の内田杏月記者が取材の仕方や記事の書き方を教えてくれます。中津に事務所があるので主に中津市内を担当している記者です。せっかく取材を学ぶ勉強の時間なのでお隣の人に取材をしてお隣の人の紹介をしてもらいたいなと思ってます。中津病院、いや病院じゃない、その市。生まれたところはどこですか？大分県の中津市。何ですか？アプリですか？サッカーと野球です。習っていることはダンスと演技で、特にダンスが好きだそうです。習い事はサッカーをやっています。好きな食べ物はお寿司です。お友達を紹介するときに皆さんが一番最初に説明したことって何だか分かりますか？そう、名前が一番大事です。名前の次に大事なのがお誕生日です。皆さんは取材するときに取材相手に何年何月何日生まれですかって聞くことを必ず忘れないでください。誰に取材したかっていう名前とか職業とか年齢とかどういう場所で取材したかっていうのが基本的にリードという呼ばれるところに書かれてます。でリードっていうのがどこかっていうここです。見えるかな、ここ、カッコ書きでうさーって書かれてるところのここがリードって言います。で記事はもうこのリードで決まります。記者は必ず大事な情報は冒頭に書きます。だから皆さんもこの記事で何を伝えたいのかなっていうのを考えたときに大事な情報は先にこのリードの部分に入れるようにしてください。取材に行くときに必ず忘れないでいてほしいことがあります。まずメモを取ること。皆さんお友達の紹介をするときに紙の裏とか紙にメモを取ってくれたよね。その時に箇条書きでもいいので必ずメモを取るようにしましょう。わからなければ相手に必ず確認してください。皆さんがわからないまま記事を書いてしまうと読者の人もこれってどういう意味なのかなってそのわからなさが伝わってしまいます。わからなければ聞く、わからないことは恥ずかしいことじゃないので自分がわからなければ必ずそこは聞くようにしてください。きっと皆さんが真剣に取材相手に向き合えば取材相手の方もきちんと答えてくれると思います。ぜひ皆さんにしか書けない素敵な記事を楽しみに私もしていますので頑張ってください。分かったことは取材のポイントです。名前などをいろいろ聞いてから文に書くことが分かりました。文は一番最初に結論を書いていることが分かりました。自分らしくグループでやっていきたいと思いました。詳しく教えてくれてすごく分かりやすかったです。大人と子どもでも分かりやすく読める、新聞を作りたいです。九州北部豪雨という形で大雨が、新聞を作るための準備は何をすればよいか分かったかな？次回子どもたちは学校を飛び出して取材へと出かけます。飛ばしにくい空があります。